姿勢ガイドのコーナーです。今回は水道総務課から、いつまでも安全で綺麗な水を、津市水道事業をお送りします。皆さんこんにちは。毎日暑い日が続いていますが、体調を崩されてはいないでしょうか。水分をこまめにとって、熱中症対策をしっかりしてくださいね。今回の姿勢ガイドでは、特に夏場にかけて多くの使用が見込まれる水道水に関して、市が行う水道事業について、水道局水道総務課の柿の木さんにお話を伺います。柿の木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで、井上さんは水道水がどのようにして皆さんのご家庭に運ばれているかをご存知ですか？そうですね。小学校の頃に授業で学習した記憶があるんですが、あまり覚えていません。そうですか。では、ここで水道水ができるまでの簡単な仕組みをご説明しましょう。まず、海や陸地から蒸発した水分が雨となり、川に注がれたり地下水となります。そしてその水が水源地で取り入れられ、貯水池に貯められます。貯められた水は浄水場へ送られ、そこでろ過された後、排水池へ送られ、ここから皆さんのご家庭や学校、工場などに送られます。なるほど。水道水は蛇口をひねれば必要な分だけ出てくると思っていましたが、このような過程を経て私たちの元へと運ばれてくるんですね。はい。ほとんどの水道管は地中を通っているので分かりにくいとは思いますが、現在1人当たりの1日の水の使用量はおよそ300リットルと言われています。ですから、限りある水という資源を皆さんには大切に使ってほしいと思います。それでは次に、津市の水道について教えていただけますか？はい。現在、本市の水道は自ら作った自己水と県営水道からの受水によって給水しています。まず自己水については、代表的なものとして長野川から取水している片田浄水場をはじめ、雲津川から取水している高茶屋浄水場および三雲浄水場など19の浄水場で水を処理し給水しています。一方、県営水道については、雲津川や長良川からの水を県の浄水場で処理し、市の受水場を通じて給水しています。この自己水と県営水道の両方の水によって、市内のほぼ全域に給水を行っています。また、この県営水道を受水していることによって、水が少ない時期においても本市では安定した給水が行えている状況にあります。この水道事業は、企業会計として水道をご利用いただいている皆様からの水道料金で運営を行う独立採算制となっています。わかりました。ではここで、平成25年度における水道事業会計予算についてお話しいただけますか？はい。水道事業会計予算ですが、まず収益的収支として、収入については71億6939万1000円で、これは先ほど申し上げましたように、企業会計として水道をご利用いただいている皆様からの料金収入が主なものとなります。また、支出については、各施設、排水管などの施設維持管理費、県営水道からの受水費、借入金の支払い利息、減価償却費などで73億5128万1000円を見込んでいます。一方、資本的収支として、収入については、企業債や国庫補助金などが10億697万円で、支出については
水道施設の建設改良費、借入金の元金償還などで32億4153万9000円を見込んでいます。水道事業にかかる経費は水道の使用料で賄っていますが、この使用に伴う料金収入も年々減少してきている厳しい状況にあります。また水道施設は老朽化が進んでいます。古い施設の更新はもとより、大規模災害への対応として今年度から災害対策に重点的に取り組んでいきます。まず避難所や病院などにつながる排水管、これを基幹管路と言いますが、この基幹管路については今後計画的に耐震化への取り組みを進めていきます。また大規模災害時に水を確保するため、排水池、これは浄水された水を貯めておくところですが、この排水池から水が漏れないよう緊急遮断弁の設置を行っていきます。はい、東海地方では東海、東南海、南海地震など南海トラフによる大地震の発生が予想されますので、今それに向けて取り組まれているんですね。また災害時においては他の水道事業体からの応援も大切になってきますよね。はい、各地の水道事業体からの応援により、避難所などへの給水活動が始まるまでには数日程度かかることが予想されていますので、各家庭で飲料水の備蓄をお願いします。その目安は1人1日3リットルの水を3日分とされていましたが、先般発表されました南海トラフ巨大地震対策の最終報告では、1週間分以上の家庭備蓄が必要と言われています。またお風呂の水も断水時には洗い物やトイレの流し水として利用できますので、日頃より意識してほしいと思います。ところで柿の木さん、水道水を使用する中で起きる水漏れなどのトラブルにはどう対処したらよいでしょうか。はい、水漏れが起きた場合は家中の蛇口を完全に閉め、水道メーターのパイロットが回っていないかを確認してください。パイロットが回っていれば水漏れしている可能性がありますので、メーターボックス内にある止水栓を閉め修理を依頼してください。どこで漏れているかわからないときは水道局で調査しますので、水道局またはお住まいの地区の水道事業所へお問い合わせください。漏れている場所が分かっている場合は津市水道局指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。大切な水です。日頃からきちんと確認していただきたいと思います。そうですね、大切な水です。皆さんも今一度確認されてはいかがでしょうか。それと昨年6月に津市水道サービスセンターを開設されたようですが、はい、経営の効率化と利用される皆様へのサービス向上を図るため、昨年6月に窓口業務のほとんどを民間業者に委託した津市水道サービスセンターを開設しました。主な業務は水道局を訪れた人への窓口の案内をはじめ、水道メーターの検針、水道の使用開始・中止などの電話受付と現地での開閉栓作業、水道料金の収納業務などです。気軽にお声掛けいただきたいと思います。また当センターの職員がお伺いしたときはよろしくお願いいたします。水道は皆さんの暮らしを支えるライフラインとして大切な役割を担っています。普段当たり前のように水道を使用していますが、トラブルなどで水道が使えなくなって初めて水の大切さに気づきます。水は限りある貴重な資源です。無駄のないよう大切に使いましょう。今回の内容についてご質問などは市水道局水道総務課電話 237-5811 までお問い合わせください。